マズローの提唱する欲求の階層をピラミッドで表現し原始的欲求に近づくほど底辺に書いた図。自己実現理論とはアメリカの心理学者アブラハム・マズローが人間は自己実現に向かって絶えず成長すると仮定し人間の欲求を5段階の階層で理論化したものである。自己実現論、欲求段階説、欲求5段階説など 別の異なる故障がある。ピラミッド状の階層をなし、マズローが提唱した人間の基本的欲求を、工事の欲求から並べる。これら5つの欲求すべてを満たした自己実現者には、以下の15の特徴が見られる。現実をより有効に知覚し、より快適な関係を保つ、自己、他者、自然に対する需要自発性、素朴さ、 自然さ課題中心的プライバシーの欲求からの超越文化と環境からの独立、能動的人間、自律性認識が絶えず新鮮である思考なものに触れる、神秘的体験がある、共同社会感情対人関係において心が、広くて深い民主主義的な性格構造手段と、目的、善悪の判断の区別哲学的で悪意のない、 ユーモアセンス創造性文化に組み込まれることに対する抵抗、文化の超越マズローは最初の4つの欲求を欠乏欲求自己実現の欲求を存在欲求としてまとめることもある。マズローは欠乏欲求と存在欲求とを質的に異なるものと考えた。自己実現を果たした人は少なく、さらに自己超越に達する人は極めて少ない。 数多くの人が階段を踏み外し、これまでその人にとって当然と思っていたことが当たり前でなくなるような状況に陥ってしまうとも述べている。また、欠乏欲求を十分に満たした経験のあるものは欠乏欲求に対してある程度体制を持つようになる。そして、成長欲求実現のため欠乏欲求が満たされずとも活動できるようになるという。晩年には、 自己実現の欲求のさらに工事に自己超越の欲求があるとした。1969年にスタニスラフ・グロフと共にトランスパーソナル学会を設立した。マズローは晩年5段階の欲求階層の上にさらにもう一つの段階があると発表した。それが自己超越の段階である。自己超越者の特徴はあることの世界についてよく知っている。 あることのレベルにおいて生きている統合された意識を持つ、落ち着いていて、瞑想的な認知をする深い洞察を得た経験が、今までにある他者の不幸に罪悪感を抱く、創造的である謙虚である聡明である、多視点的な思考ができる外見は普通である。マズローによると、このレベルに達している人は人口の2%ほどであり、子供でこの段階に達することは不可能である。 マズローは自身が超越者だと考えた12人について調査し、この研究を深めた。ありがとうございます。